君ってひょっとして俺のこと好きなの？書いた紙をこっそり渡す。すごいことするな。あれ？今俺誰に渡した？右の席を見る。おお、右はそっちは羽ばたきさん。羽ばたきさんが俺の渡した紙を読んでいた。ん？ん？羽ばたきさんがものすごく呆れた顔をしてこっちを見ている。ものすごく呆れたポーズだな。まずい。何か言い訳しないと。選択肢か？俺はまたノートの切れ端に文字を書く。フリーオプション。お、これはエンディングに関係ない選択肢。でもごめん、君のことを友達としてしか見られないんだ。あ、どうしよう。これ言ってみよう。もっと女を磨いて出直してきな。何様なんだ。つけたエクスクラメーションマークの個数に見合うぐらい勢いよく、その紙を羽ばたきさんの机の上に投げつけた。くらえ、ベチン。ついでに、たまたま持っていたたわしも羽ばたきさんの机に投げつける。まあ、たわしぐらいはたまたま持ってたりするよな。言うまでもなく、それで磨けよという意味だ。急にたわしを投げ込まれた羽ばたきさんはびっくりしながら紙を拾って読み始めた。そりゃあな。あ？首をかしげる羽ばたきさん。そりゃあな。意味が伝わらなかったのだろうか。しばらく右に左に首をひねる羽ばたきさんだったが、その後たわしを持って自分のほっぺたに押し付け始める。痛い痛い。いてててて。意図は伝わっていたようで、どうやらたわしで顔を磨いているようだ。ノリのいい人だな。俺は素直な感想を小声で述べた。と、そんなことをやっている場合ではなかった。俺は大阪さん用の紙を書き直す。今のくだりいる？君ってひょっとして俺のこと好きなの？よし、今度はちゃんと左にな。いいね、いいね。もう一回右行きますか。もう一回羽ばたきさんに。俺は書いた紙を右の席の羽ばたきさんに渡した。羽ばたきさんは目を閉じて眉間にシワを寄せている。反応に困っているらしい。本当、天丼が多いな、このゲーム。好き。目を開けたと思ったら、俺の渡した紙に何かを追記し始めた。書いた後、俺に見せてくる。君って、ひょっとして俺のこと好きなの？倍、8くら2の。俺の名前が追加されていた。どういうことだろう。俺が読んだことを確認した羽ばたきさんは、紙を折り始めた。あ、飛行機にして、遠くにシュッて。羽ばたきさんの細い綺麗な指で折られたのは紙飛行機だ。羽ばたきさんはそれを持ち、勢いをつけて教室の前に向けて飛ばした。前ダメー。なんてことをする。何をする貴様ら。あまりに卑劣な行為に俺が激怒してかけたところで、紙飛行機はクラスメートの机の上に落下した。紙飛行機が落ちたのは俺の席だった。急カーブを繰り返して戻ってきたのだ。助かった。紙を開いてみる。君ってひょっとして俺のこと好きなの？倍、8くら2の。さあ、自分自身にどう答える？ブブブ。その一連の流れが壺に入ったのか、羽ばたきさんは机に突っ伏して笑っていた。羽ばたきさんとひとしきり遊んだ俺は本来の目的を思い出した。大阪さんだ。俺は3度目の君ってひょっとして俺のこと好きなの？メモを書く。こんな自意識過剰の文を短時間に3回も書いたやつは人類の歴史上初めてかともしれないと思う。俺は書いた紙を大阪さんの机の上に置いた。ようやく置いた。大阪さんはびっくりした様子を見せた後、紙を開いて中身を読み始めた。読み終えた大阪さんは紙を裏返して何かを書き、俺に返してきた。返信を書いてくれたようだ。全く好きじゃありません。俺は再びノートを破り字を書いた。でもさっき俺に好きな人がいるか確認したよね。なんで？大阪さんに渡す。すぐに返事が来る。あなたと恋人になりたいからです。え？衝撃の紙に声を上げそうになるが、直前に全く好きじゃないと言われていたことを思い出す。よくわからない。好きでもないけど恋人になりたい？フレンドってわけでもないしね。大阪さんは人見知りだと思っていたが、実は誰とでも付き合えるオープンな人なのだろうか。とりあえず付き合っちゃおう的な。
君は誰とでも付き合えるタイプなの？と髪をかく。はい、羽ばたきさん。ちょっと失礼な文章だからな。とりあえず右の羽ばたきさんに渡して確認してみよう。紙を羽ばたきさんに渡す。紙を読んだ羽ばたきさんは、みるみるうちに顔が真っ赤になっていった。秘密がバレて焦っているのだろうか。紙を書き、俺に返してくる。仮にそうだとしても、君とだけは死んでも付き合わないよ。振られた。焦って顔を赤くしているというわけではなく、怒りで顔が真っ赤になっていたらしい。え、振られた。終わっちゃった彼のルート。彼じゃない、彼女のルート。確認を終えた俺は、君は誰とでも付き合えるタイプなの？メモを再作成する。そして右へ。あー、行っちゃった。大阪さんに。大阪さんに書いた紙を渡す。君は誰とでも付き合えるタイプなの？紙が返ってくる。そんなわけないです。ごめん。全く話が見えない。説明してほしい。直球の質問を書いて紙を渡す。紙が返ってきた。なぜかずっしりと重い。紙かと思ったら本だった。何？聖書でも出してきた？陽キャになる方法。学年ビリの陰キャが1年で歌舞伎町の四天王と言われるまでになった話。ちなみに1つ目が本のタイトルで、2つ目はサブタイトルらしい。こういうことか。また紙が来る。付箋のページを見て。言われた通り、付箋のページを見る。レベル2、隣の席のクラスメイトに声をかける。なるほど、これを実践したということだろうか。人見知りの大阪さんが急に声をかけてきたのにも納得ができる。でも付き合ってください的なあれはレベル970ぐらいじゃないか。しかし恋人の話がまだわからない。紙が届く。レベル2とレベル99を同時に達成しようとした。そんなことだろうと思ったぜ。予想がだいぶ当たってしまった。レベル 99? 俺はページをめくっていく。レベル99は本の中盤あたりだった。それで99なのか。レベル99、恋人を作る。じゃあ最後の方どうなんの。さすがレベル99だけあって難易度が高い。ん？つまりレベル2とレベル99を同時達成するために隣の席のクラスメートを恋人にしようとしたということか。その抱き合わせは一体何なの。とりあえず達成できそうな2つを選んで挑戦してみた。大阪さんの紙だ。レベル2はともかく、レベル99に対してそんなに自信があったことに驚く。俺は大阪さんを見る。目を合わせてくれないが、確かに可愛らしい女の子だ。急に告白されたら色良い返事を返してしまうかもしれない。また紙が来る。私みたいな陰キャでも好きな人がいないなら付き合ってくれるかと思った。それを見て思わずため息が出る。俺は返事を送る。ちょろいと思われてる。自分をそんなに卑下しちゃダメだよ。自分を大切にして。あとレベルは順番にクリアしていきなさい。偉そうに聞こえるかもしれないが、大阪さんが道を誤らないようにしないとと思った。少し間を置いて返事が来る。ありがとう。あ、普通の返事だった。一連見られてた？隣で俺たちのやりとりを眺めていた羽ばたきさんが笑顔で親指を立てる。グッジョブということだろうか。俺は両手で親指を立てて返しておく。あと親指を首のとこ横に当てギーって。あれ？そういえばさっきのはレベル2だったけど、レベル1は何だろう。本はまだ俺の手元にあったので、レベル1の項目を見てみる。レベル1。まずは、アクセサリーで周囲の注目を浴びろ。わらわら、ヘアゴムはそういうことか。なるほど。大阪さんを見る。これ、趣味かと思ったら、大阪さんの髪には、なぜか、笑いと書かれたヘアアクセサリーがついていた。何はともあれ、頑張ってる大阪さんを応援したくなった。お、チャイムだ。大阪さんと手紙のやり取りをしている間に予言目は終わった。さて、昼休みだがどうしようか。いつも通り竹を誘うか。竹、誰だその辺の男子。
でもこれフリーオプションだからな。よーし、タケって誰だか全くわかんねえ。俺はその辺を歩いていた知らない男子を捕まえ、知らないのかよ、一緒に昼食を取り始めた知らない男子、知らない生徒。最近どう？え、ぼちぼちだね。そう、そっちは？まあうまくやってるよ。そう、それは何より。友達は元気？友達なんていないよ。そう、俺がいるじゃん。こんなところで新たな友情が。え、君ありがとう。うん、いい話だなとは言わないぞ。昼食を楽しんでいたところで呼び出しのチャイムが鳴った。呼び出し用のチャイムは授業の区切りのチャイムとは少し違う。3年 A 組の八倉くん、至急進路相談室まで来てください。水木橋先生の声だ。3年 A 組の八倉くんが呼ばれているらしい。お前お前お前、それは俺だ。あ、12時20分にはって言われてたのに。そうだった、昼休みに進路相談室に呼ばれているのを忘れていた。物忘れの激しい八倉くん、早く来ないと進路希望に第一志望水木橋先生の召使いって書いて提出しちゃうよ。給料0円、働き放題の楽しい職場。一体何の話をしてるんだうちの担任は。俺は昼食を中断し急ぎ進路相談室に向かった。進路相談室の前までやってくると中から話し声が聞こえた。水木橋先生、さっきの放送は何ですか？羨ましいですよ。あれ、あ、じゃなくて、あなた公序良俗という言葉を知らないんですか？え、いやいや、何言ってるんですか教頭先生。私国語教師ですよ、バカにしないでください。そういう話をしてるんじゃありません。水木橋先生が怒られている。まああんな放送をして怒られないわけがないと思う。召使いじゃなくて駒使いとかにしなさいとかそういう感じかな。次から気をつけるように。はい、すいません。相談室の扉が開き教頭が出てくる。教頭あなたもか。怒ってるように見えるが正直これはいつもの顔だ。怖い教頭が去ったので俺は中を覗いてみる。はあ、別にいいじゃんか、ちょっとぐらいユーモアがあってもさ。教頭みたいに毎日毎日眉間にしわ寄せて仕事して何が楽しいのよ。はあ、だるって、あれ、扉開いたまま。教頭、扉閉めてってよ。へへへ。先生と目が合ってしまう。うん、あー、八倉くん、まあ入りなさいな。え、あ、はい。正直こんな気まずい空気の教室に入りたくはないが帰るわけにもいかないので渋々教室に入った。そうして進路相談が始まったものの、特に具体的な進路を決められない俺はあまり話す内容がなかった。先生の仕事なんてクソだという愚痴に延々付き合わされただけで終わっただが最後に急に真面目な顔になって先生はこう言った。は、真面目なポーズになった。ごご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 、いい？八倉くん、進路というのはね、進路というのはね、決めないと決まらないんだぞ。噛んだ。ん？意味がよくわからない上に最後噛んでしまっている。痛い。舌噛んだんだ。本当に舌を噛んだらしい。舌を出して痛がっている。閉まらない進路相談を終え俺は教室へ戻った。お、授業始まるぞ。
時間は少し経ち、今は放課後。下校途中に羽ばたきさんを見かけた。登校時といい、今日は何かと縁があるようだ。おお、すごいポーズになった。羽ばたきさんは一人でゲーセンのクレーンゲームをやってる。あ、自分がクレーンって意味じゃなくて、そういうことか。景品は、あれは確か今女子高生に人気があるやらしいやつだ。確か選択肢か。どれかな。女子高生抱き枕、女子大生抱き枕、おっさん二人抱き枕、おばあちゃん抱き枕。おばあちゃん抱き枕だ。枕にどこかおばあちゃんが描かれている。なんでそんなものが流行っているのかまるで理解できないが、とにかく流行っているらしい。さてどうしようかな。せっかくクラスメートに会ったんだ、声をかけてみるかな。あーん、ダメだ、アームの力弱すぎなんじゃないの。くそー、もう一回。ちょっと待ってもらおうか。ん？おー、八倉くんじゃん。どうも。取れないのか。羽ばたきさんの横に立ってクレーンゲーム内の景品を指さす。そうなんよ、もう1000円も吸い込まれたんよ。私今バイトやってないのに。そこまでして欲しいものなのか。よし、なら100円を俺に託すつもりはないか。別に俺が払ってもいいんだが、そこまで親しくないクラスメートに急におごるというのも変だ。託す？まさかクレーンゲームできる人？ 100% の保証はできないけどな。俺は手をグーにして親指を立てる。え？どういうこと？何を驚いているのかと思ったら、間違えて中指を立てていた。そのスチールが見たいんですが。ああ、ごめん。俺は親指を立て直す。ああ、そういうこと。びっくりした。いきなり喧嘩売られたのかと思った。思わず顔面に一発入れるところだったよ。意外に手が出るのが早い子なのかもしれない。蹴りで。だからそういうポーズだったのか。足が出る方が早いらしい。蹴りって、さすがに顔まで届かないよな。多分、いや、これは届くな。ね、どうする？ 100 円。うん、いいよ。君に託そう。この100円。任せとけ。俺は景品に対して、再び中指を立てる。俺の動かしたクレーンは、景品にかすりもしなかった。おいー。あ、ごめん。ごめんじゃねえって、かすりもしてないじゃん。クレーン、落下口からほぼ動いてないし。自信はあったんだ。でもごめん。クレーンゲームをプレイするのが初めてだったんだ。なぜそこまで自信たっぷりだったの？正直に告白する。自信だけではどうにもならないこともあるんだよ。高校生にもなったんなら、そんぐらい気づけよ。100円返してよ。羽ばたきさんが俺の袖をつかみ、腕を揺らす。目は涙目だ。さすがに悪いことをしたかもしれない。人の100円で遊んだだけだからな。俺は100円返すよと言いつつ、財布に入っていた50円玉2枚を羽ばたきさんに出す。めんどくせえ。くそー、もう一回挑戦だ。君、ここ見といて。他の客に先取られないように。100円に両替するため、羽ばたきさんが奥の両替機にかけていった。さてと。店員さん、ここの景品もう少し取れる位置に移動してくれませんか？もう結構使っちゃって。まあ、1000円使ってたら全然動かしていいと思うよ。え？ああ、いいですよ。お待たせー。って、あれ？景品、すごい落ちそう。両替に行ってる間に、俺がプレイして移動しておいたんだ。しらじらしい。いや、100円持ってならさっきのタイミングで渡してよ。そりゃそうだ。両替しなくて済んだんだし。てかこのプクー顔が可愛い。ポーズは変だけど可愛いんだよな、こいつら。あと、店員さんに移動してもらってるとこ見てたし、バレてーら。ごめんなさい、嘘です。嘘も何も、店員さんに移動してもらってる途中で、私と目が合ったよね。何を言ってるんだか。ま、とりあえず店員さんに頼んでくれたのは素直に感謝だよ。ありがとう。結構店員さんに頼むのも、ね。それ自体が面倒というか気が引けちゃってできないっていうタイプの人結構いるからね。その後ワンプレイで羽ばたきさんは景品をゲットした。
クレーンゲームはそこそこ得意だったらしい。俺が店員さんに聞いた落とし方を説明したら、見事なクレーン操作で景品を手に入れていた。おばあちゃんの抱き枕。君には言いたいこともあるけど、おかげさまで手に入れることができたよ。おばあちゃん抱き枕。それ本当に欲しかったのか。流行ってるのは知ってるけど、ちょっとお線香の香りとかするんだろうな。一時期女子高生抱き枕とか女子大生抱き枕とか流行ってたじゃん。なんかそのブームが行き着くところに行っちゃったって感じだよね。確かにそんなブームがあった気がする。なぜ女子大生から一気におばあちゃんまで年齢が飛んでしまったのか気になるところだが、ちょっと商品開発部に問い合わせたいな。私顔見えておばあちゃん子なんだよね。だから一度使ってみたかったんだ。おばあちゃん子だからって一緒に寝たいとは思わない気がするが、そこは男子と女子では感覚が少し違うのだろうか。このおばあちゃんは木村梅さんって名前みたいだね。木村梅さん。言われて枕をよく見てみると、おばあちゃんの絵の下に木村梅エイジ86とおしゃれなエイジで記載されていた。筆記体なんだろうな、きっと。クレーンゲームの中を覗いてみると、どうやらおばあちゃんごとに違う名前がついているらしい。手に入れた本人のおばあちゃんの代わりはなく、これは知らないおばあちゃんだよと強調されているようで、言い知れない狂気を感じる。よく眠れるといいな。あ、ほのかにお線香の匂いがするんだね。言った通りだった。羽ばたきさんはおばあちゃんに顔をうずめていた。匂いを嗅いでいるようだ。いや、まあお線香の匂いがする抱き枕というのは落ち着いてよく眠れそうな気はする。じゃあ改めて今日はありがとう。明日使ってみた感想を教えてあげるね。効果があったら今日の俺に君の分のおばあちゃん抱き枕を取ってあげよう。いらない。また明日教室で。そう言って羽ばたきさんは去っていった。俺は今さっきまでプレイしていたクレーンゲームの横にあった別のクレーンゲームに目をやる。そこの景品はおじいちゃん抱き枕か。次のブームはこれ、お墓抱き枕。うん。女子高生に抱かれ続けたおばあちゃんはどうやら亡くなってしまったようだ。ちゃんちゃん。帰るか。なんとなく寂しい気持ちを抱え、俺は帰路に着いた。寂しい、本当に。